天佑さん、おはよう、おはようございます。 OTK さん、はじめまして、おはようございます。いとくんさん、桜の花びらありがとうございます。アロマさん、ありがとうございます、ハート。いとくんさん、星ありがとうございます。アロマさん、ハートありがとうございます。スーダンさん、おはりおん、おはようございます。ちいかちゃんと同じシステムトラブルかと心配したぞ。おはようございます。ごめんなさい、本当にびっくりしました。起きたら9時5分。田口さん、おはよう、おはようございます。ちょっと寝坊したからごめんなさい、ごめんなさい。寝坊かなと思ってた、ごめんなさい。しみたさん、ちょんかわいい。ヒロさん、おはよう、おはようございます。ひきごむらさん、おはようございます、です、おはようございます。9時40分まで延長しましょうね。わかりました、のつもりです。仮契約のシンデレラさん、桜の花びらありがとうございます。もう顔がさ、丸い。スーダンさん、お団子じゃない、だるまさん、ありがとうございます。桜の花びら、仮契約さん、ありがとうございます。おはりおん、サフランさん、おはようございます。スーダンさん、桜の花びら、ありがとうございます。シンタさん、ハート、ありがとうございます。ひきおさん、おはよう、おはようございます。ひきおん、かわいい、ありがとうございます、ありがとうございます。今朝も可愛くて嬉しい、リオンありがとうございます。なめらこピロリさん、おはようございます。ひきごむらさん、桜の花びら、ありがとうございます。起きて5分はで配信は眠いね。いや、もうパニクリすぎて今は眠くないです。とりあえずお団子食べて落ち着いて。ありがとうございます、仮契約さん、お団子ありがとうございます。ふーたろうさん、おはりおん、おはりおん、おはようございます。時間間違えたかと思いました、配信見えてよかった、ごめんなさい。リオンが寝坊しただけです、本当にごめんなさい。こうちゃんスタジオさんがフォローしました、ありがとうございます、ありがとうございます。はじめまして、新生ラストアイドルの吉原リオンです。今バイト終わって松屋でご飯中、引きごまらさん、あ、お疲れ様です。いいな、リオンもお腹すきました、いいな。前より丸く見えないけど、あ、前の方が丸かったですか。さあ、よかったです。まあ、痩せたんですかね。なめれこみどりさん、ラブレター、ありがとうございます。
昨日は歌のレッスンだったのに、あ、そうです、昨日は歌のレッスンでした。そう、歌のレッスンでしたね。いちじくさん、ペンライト、サイリウム、ありがとうございます。修造さん、おはよう、おはようございます。ジジックさん、星、ありがとうございます。お団子ありがとうございます。昨日はレッスンお疲れ様、あ、ありがとうございます。ナメデンコピロリさん、昨日は皆さんもお疲れ様です。お仕事かな、土曜日ってお休み、お休みかな。ゼロさん、ハリオン、おはようございます。引き大村さん、え、アイスだ、初めて見たかも、ありがとうございます。アイス食べたい。ゼロさん、おはようグルト、おはようグルト。つよぽんさん、おはおん、おはおん、おはようございます。つよぽんさん、桜の花びら、ありがとうございます。うん、リオンちゃんの寝起きはごめんかもしましょうね。なんかめっちゃほっぺたが赤くておもろい。つよぽんさん、お団子ありがとうございます。リオンちゃん偉い。お、なんか褒めてくれた、ありがとうございます。昨日は寒かった、え、昨日めっちゃ寒かったですよね。昨日寒かったです。なんかコートの前のチャック、ファスナー全部上まで閉めてました。昨日は寒かった。そんな日もあるか、寝坊くらい気にしない。いやー、へこむ。9時、ちょっと申し訳ない、9分近く待たしてしまっていたかと思うと、すいません、ね、エジムンドンだよ、頑張りよ。お、はじめまして、おはようございます。シンセラスタイドルの吉原リオンです。はじめまして。システムトラブルじゃなくてよかったよ。もう本当にもうただの寝坊です。はい、ごめんなさい。しみたさん、桜の花びらじゃない、花束ありがとうございます。ありがとうございます。エイジ 100% さん、おはようございます。リオンちゃんのおすすめのアイスはあるかな。おすすめの、この前ザクレープってわかりますか、アイスの、クレープのアイスのなんかあんこのやつがあって、それがめっちゃ美味しかったです。とあとモウのバニラも好きだし、あ、食べる牧場ミルクだっけのアイスも好きです。あとはパルムも好きだし、でもバニラのアイスが好きです。アロマさん、桜餅ありがとうございます。ちいかちゃんが、昨日は歌のレッスン楽しみって言ってたね。リオンちゃんも歌好き、あ、好きですね。前は全然あれだったんですけど、まあ人からに行けるくらいには歌うのが好きになりました。え、そう、昨日歌のレッスン
歌のレッスンは踊りながら歌をしてます。最近は確かにほっぺ赤い。え、やっぱさあこのカメラでもほっぺ赤く見えるんだ。つらい。まあチーク塗らなくていいっていうことで。エイジ 100% カツさん、かわいい、ありがとうございます。ありがとうございます。花粉症が良くなったんだね。そうなんですよ、本当に本当に花粉症がめっちゃ良くなったんですよ。もう良かったです、本当に本当に。この前の定期公演の時なんか本当にやばかったから良かったです。29日定期公演なのでぜひ来てくれる人いますか、いますか、定期公演来てくれる人。昨日少しだけ雨が降ったりしてたから余計に寒く感じる。確かに確かに雨降るとね、なんか寒く感じますよね。なんかね、雨、あ、だから、あ、昨日雨降ってたんだ。なんか昨日傘持ってる人がたくさんいたからやっぱ雨降ってたのか。雨皆さん好きですか。りょうさん、おはりょう、はじめまして、おはようございます。新セーラースタイルの西原りおんです、よろしくお願いします。明日からまた暖かくなるらしいよ。やったー、やったー、春服か、春服着れるじゃん。た、レンタロウさん、おはよう、おはようございます。ミルクアイスの分かるな。お、分かりますよね。そう、ミルクアイスが好き。なんかチョコ味、チョコアイスとかチョコ系がなんかあんまり好き、食べれないですよね。食べる牧場ミルクいない、美味しいですよね、美味しいですよね、牧場ミルク。そう、なんかブラックサンダーのとかこの前、今もあるかな、ありますよね、ブラックサンダーも。あと5日でボリューム4だよ。チェーかな。お、バッチリです。そう、あと5日、早いで、あと6日で対バンイベントです。30日、ザ・クレープ知ってる、お、知ってますか、ひきごむらさん。確かこの前いちご味出てた。え、いちご味もあるんだ。これみわはまだあんこのやつで終わってる。え、おいしそう、いちご味も。これがバンナーさん、ハリオン、おはようございます。なめねこピロリさん、定期公演前に花粉症楽になってよかった。よかったですよね、本当に。よかった。え、でも今何回言った？なんかね、なんか虹色ライフ、違うな、いつニューワールドと君僕、いつニューワールドと君僕のをレコーディングした時にもう過去最大くらいにめっちゃ鼻声だったんですよ。だからそのレコーディングした声に入っ、レコーディングした声がめっちゃ鼻声だから
リオンが今普通の声で歌っても鼻声と普通の声でなんか混ざっちゃうんですよ。だからこれから一生君僕とイッツニューワールドは鼻声のままなんですよね。リリースされても。ひろいさん行くよ。お、ありがとうございます。絶対見つけます。はい、スギ花粉なのかもね、リオンちゃん。お、らしいですよね。なんか自分でも調べてみたんですけど、多分そうかなって思いました。花粉症の症状落ち着いてるみたいでした。ありがとうございます。皆様ありがとうございます。本当に引きごもらさん、定期公演ボリューム4行きます、当然です。お、ありがとうございます。ありがとうございます。なんか洋服のさ、なんか洋服のタグって切っていいのか切っちゃダメなのかあれですよね。切ったらまたかゆくなっちゃうか。やった、ぜひ来てください。今はヒノキ花粉になってきてるみたいな。そうですよね、リオも昨日配信で聞きました。ヒノキ花粉ね、花粉にも種類があるんですね。29日行く予定です。キムラさんありがとうございます。ぜひぜひじゃない、見つけます。やったー、雨より晴れの方が好きだで。そうですよね、リオンも晴れの方が好きです。でもなんかちょっと前に晴れ雨が好きな人は精神年齢が若いみたい、若い、なんか感覚が若い、まあ、とにかく若いらしくて雨が好きな人は。だから一生懸命雨を好きになろうとしたんですけど、やっぱり晴れの方が好きですね。そう、雨より雪がとテンション、え、わかります、わかります。雪の方がテンション上がりますよね。だって全然なんか雪玉作って投げれちゃう。寝起きリオンは鳥感がします。ね、なんかトロトロ喋るのがゆっくりなのがなんかさらに。ありがとうございます。 RC さんこんばんは、おはようございます、はじめまして、新生ラスタイルの吉原リオンです、よろしくお願いします。木村さんブラックサンダーアイス売ってるよ。おお、あれ今コンビニにいるの。おー、え、売ってるん、じゃあ買おう、今日売ってるんだ、よかった、まだ食べれてないから。多分いけると思うけど天気次第、雨がひどいと仕事時間かからない。あー、そういうことか。じゃあ晴れるといいな。後で天気調べよう。ね、晴れだったら25日連続開始おめでとう。ありがとうございます、ありがとうございます。え、今日何日だ、今日は24だ。今日スーダンさんありがとうございます。でもかける、あ、さっきのね寝起きだからパジャマ神なの。そうですね、お出かけできる服ではないです。鼻声おそらく大丈夫じゃないか。そうですよね、鼻声めっちゃ鼻は通ってます。よかったよかった。レコーディング音声は加工されてるから
のぐじゃないかもね、安心して。いや、なんかレコーディングした時の曲ってなんか音の雰囲気、なんか音の雰囲気は変えれないんですよ。なんか暗い声で歌ったのに明るい声に加工するとかそういうことはできないらしくて、だから本当に、なんか多分リリースされて聞いてみたらわかると思うんですけど、本当に鼻声なんですよ。もうやばいです。なんかキーの調整、キーの上げ下げとかそういうことはできるらしいんですけど、あ、そうだ、音色自体は変えられないらしくて、やばいです。本当に鼻声、聞くの楽しみにしててください。関係役のシンデレラさん、桜の花びら、ありがとうございます。誰かが私は花粉に押されてるって言ってて、すごいプラス思考だなって思う。すごい、それはすごい、めっちゃプラス思考、花粉に押されてる、すごいすごい、めっちゃすごい、その考え方めっちゃプラス思考、花粉がよく見えてくるかも天佑さんですねすごい、今日はオフレッスン、今日はレッスンです、今日はレッスンです。雨が好きだと精神年齢が若い、初耳だ、晴れてても若い子はテンション上がりそうだけどな。そうそう、なんか雨でも好きだとみたいな、なんかそんな感じのことを聞きました、なんかで。だからそうなんだって思って、なんかそういうのを鵜呑みにしちゃうから良くないんですけど、面白いねその発想。あ、雨ね、そう、なんかね、バイトがコンビニだから、バイトでコンビニしようかと思ったけどやめました。あ、高校生の時、高校1年生くらいの時に、イエポンタさん受験です。お、はじめまして、おはようございます。シンセラスタイルのね、石原リオンです。イエポンタさん、はじめまして。夏田リッシュさん、ハリオン、おはようございます。おはようございます。独特の音の波長ってものかな。あ、雨ですか。え、雨だよね多分、雨だよね。あ、そういうのもあるのかな、ありそう。なんか確かに。りょうさん、おはようございます。9時40分延長してもレッスン遅刻しない、全然大丈夫です。レッスンは全然大丈夫です。ゆうたさん、おはよう、頑張ってくださいな。お、ありがとうございます、はじめまして。新セーラスタイルの、ね、石原リオンです、はじめまして。リオンちゃんバイトしたことあるのか。あります、お寿司屋さんでバイトしてました。からお寿司が握れます。リオンちゃんコンビニでバイトしてたらビジネスで話題になる。いや、ならないですよ、そんな可愛い子なんていくらでもいますから。全然レコーディングの話、あー、たし、あ、レコーディング、ありがとうございます。レコーディングの話、確かにね、多分そうだと思います。すごい、そうだと思います。音、音波、音波、波
長。ちょっと戻ろう戻ろう。独特の音の波長ね。音の波長。ね。だからもうとにかく鼻声のままなんですよね。リオもちょっと音の音変えてもらえないか言ったんですけど、ちょっと鼻声のままみたいです。でもね、リオンだけじゃなくて鼻声が、鼻声のメンバー誰、リンカも多分虹色ライフと君僕が鼻声だし、ルカもかな、ルカも鼻声だし、いちかも鼻声、いやいちかそこまでかな。でも結構鼻声のメンバー多かったです。一回聞いただけで虹色ライフの歌詞がまだわからないの、早く配信されるといいな。そうですよね、だってラップのとこなんてさ、絶対なんて言ってるかわかんないですよね。あれペンライトカラーになってるんですよ。レッド、ブルー、オレンジ、ホワイト、グリーン、ピンク、パープルで、なんかそれぞれのペンライトカラーになってるんですよ。レッスン遅刻したらダブル遅刻になるか心配しましたね。そうですよね、ダブル遅刻もう最悪だよ、ね、レッスンは全然余裕あります。ご心配ありがとうございます、仮契約さん。なんかマスクすればよかった。バイトでお寿司握ってるんだね、すごいね。そうでも全然本当に、そう、あちょっとなしかも、うん、ね、握ってましたね。リオンちゃんみたいな可愛い子なかなかいないよ。いやいますよ、可愛い子、まあたくさん。声がなくなった。はい、鼻声です。あ、天佑さんも鼻声なんだ今。じゃあ天佑さんはあれヒノキ花粉なんですね多分。ヒノキ、タコちゃんおはよう、おはようございます、おはようございます。 M4M44G さん、はじめまして、おはよう、おはようございます。シンセラスタイルの石原リオンです。新生花恋アイドルちゃん、まあ仕方ない。え、やだ、新生ラス、あ、ちゃんちゃんね、やだ本当に。あ、でも今は本当にみんな花恋治ってますよ。でもその音源が花恋ってだけで、でも嫌ですよね。ね、ケンケンパーさん、ハリオン、お、はじめまして、おはようございます。シンセラスタイルの石原リオンです、はじめまして。今年の花粉症はなんかひどいだし、自分の周りにも花粉症多かったかね。そうですよね、確かに花粉症の人多かった。なんかビラ配りしてる時ももらってくれた人、なんか鼻声じゃない、花粉症の、なんか花粉症で鼻ムズムズしてそうな人がなんか多かった。え、それはなんか花粉症っぽい人がめっちゃ多かった。やっぱ強いんですね、大変だ。なんか年々花粉症って強くなっていってる気がする。すごく。ソフトテニスさん、おはよう、はじめまして、おはようございます、はじめまして。そうだ、リオンちゃんが可愛いってもう13とかアイドルさんってどのかか、
女優さんは女優さんは浜辺美波さんもすごい可愛いなって思うし、あと広瀬すずさんも可愛いなって思うし、あとあと可愛いな、でもみんなもちろん可愛いんですけど、あとあそうだ小芝風花さんめっちゃ可愛いなって思います。すごい一時期なんかハマってました初見さん来てくれた、あ代わりにありがとうございます。本当にねめっちゃ初見さんが多い、ありがとうございます。こんな寝起き配信を見てくれてありがとうございます。カリキュアクのシンデレラさん、桜の花びらありがとうございます。もちもちきなこもちさん、おはよう、おはようございます。あ、40分になっちゃった、もういっか。タコちゃん、だるまさんありがとうございます。だるまさん、たくさんたくさん、昨日、明日配信してくれたソロ配信40回目だ、おお、すごいすごい、40回目、明日ももちろん配信しますとね、します。ライブで毎回違った声色が聞こえるのもいいですよ。確かにね、そう捉えてくれてありがとうございます。ラベネコピロギさん、サニーハイランドさん、おはよう、おはようございます。はじめまして、シンセラスタイルの野石原リオンです、よろしくお願いします。リオン、そろそろランキングタイムでござる。アイドルさんね、みんな素敵、みんな素敵です。何、キムムラさんありがとうございます。桜の花びら、ナビネコピロイさんありがとうございます。桜の花びら、みんな可愛いね、話題の絵が本当によく、そうですよね、なんか掛け狂い、掛け狂いの絵がでも出てるじゃないですか。この前見てすごいなって思いました。アドニさん、おはよう、おはようございます、じゃあそろそろランキングタイムに行きますか。かけぐるいあれ大好き、面白いね、面白かったです、面白かった面白かった、なんか最近いろんなのばっか見てる、見てますね。そうね、そうだ、ランキングランキング、昨日、待って、ちょっとランキング読む前に、昨日なんかさ配信終わろうとしたらスクショタイムっていうのが見えて、配信終了したのにまた戻っちゃったんですよ、再開に。あのさ、リオンがさ、どうしようどうしようって言ってたやつって見てた人いますか？いないかな？なんか一人でなんかスクショタイムしてたんですけど、なんか見てた人いますか？なんか初見さんの通知は来るんですけど、あと何も来なくて、
めっちゃ変な配信をちょっとしてたんですけど、見てた人いましたか？それがめっちゃ気になります。ハムエ様先行ってみよう。見たことないけど面白そう。そうなんだ、そうなんだ。タバイさんおはにょう、初めまして、おはようございます。変な通知は来たけど、そう、多分その変な通知があれです。昨日は見れなかったから見れなかったな。でもみんな見れてないんですね、多分。まあそれはそれで良かったです。昨日見れなかったからね。昨日はね、そうですよね、いなかった。サブランさんも清村さんもいなかったね。そう、昨日一人スクショタイムね。まあいいや、一旦ランキング読みます。14位ラモチさん、ありがとうございます。13位テイユーさん、ありがとうございます。12位がケイソーさん、ありがとうございます。11位ティードームさん、ありがとうございます。10位がスーダンさん、ありがとうございます。9位がシミタさん、ありがとうございます。8位がタコちゃん、ありがとうございます。7位がエイジ 100% さん、ありがとうございます。6位がイチジクさん、ありがとうございます。5位がナメレコピロリさん、ありがとうございます。4位が仮契約のシンデレラさん、ありがとうございます。3位がアロマさん、ありがとうございます。2位が伊藤くんさん、ありがとうございます。1位がひきこもらさん、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん今日も今日も裏リオンが見えたの？いや見えてないです。なんか意図的に、あ、スクショタイムスクショタイムって思って配信再開したら、そう再開したから、めウラリオンちゃ多分変わんないですよ、変わんないですよとか言って。そうなんですよね。じゃ ありがとうございました。配信ありがとうございました。今日も一日頑張ろう。あ、待って、もう一回、ありがとうございました。じゃあ